この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。水曜エル間違った何水曜エルク水曜10時はエルクへおいでやんす。絶対噛んだあかんとこどうした。ごめんちょ、あの元気が空回り、はい元気から回り。水曜10時エルクへおいでやんす。今日もやってまいりました、はい、ありがとうございます。はい、間違ったよ。もうそんな突っ込まんでいいからみんな。はい、そんな感じでね、エルクへおいでやんす、今日も1時間お付き合いしてもらいたいのですが、はい、あ、今日は高見もちゃんと間に合ってる、やった。じゃあね今日は第4週目ということで、はい、皆さんおなじみの準レギュラーならぬゲストがもう控えてるので、私たちに1週間の話はあれやけどちょっと聞いてな、1週間の話をささっとエルクストリートの行ってみたいと思うので、はい、写真を出してみてください。はい、うん、まずはね、今週月曜日24日アルティメイトっていうイベント、渋谷ティーズ、バンジラインさんとかケンユーさんがゲストのイベントに出演させてもらいました。これね、ちょっと写真をまだもらってなくて、ちょっと自分らのライブ写真がないんですけど、これね、あの本番前の私の声出し中の写真しかないけど、こんな感じでね、イベント出てきて、ファッションショーとかもあって、ファッションショーが結構多かったね。そう、 T2 初めて入ったけど、うん、すんごいでかい箱やったね。でもなんか元居酒屋さんって聞いた。あ、こんなん言っていいんかな、いいよなみたいなでも居酒屋な感じは全然なかったで、なかったけど、すごいなんかセレブな箱、うん、セレブな箱な感じやったよね。で、他の写真は、ん、あ、そう、あ、ちょっと話が前後したけど、これはその前日のスタジオでちょっと最終チェックをしていたりとかするとこだったりとか、ほんでこれでもあの本日のあの準レギュラーのね、ちょっとゲストが控えてるんですけど、めっちゃおもろい写真あるやん。これは一人めっちゃおもろいやん。これは私がね、いつも通り OMG でね、あのレイポンにはぁ何言っちゃってんのって言ってる瞬間なんやけど、この時後ろタウ様ちゃうよ、これタウ様じゃないよね、うん、ショッツがちょっとあのサンタクロースショッツが変な感じに一人で空回ってるけど、絶対逮捕されるサンタクロース。そうそう、23日かな、11月23日記念すべき、日曜日にエイジアでね、あのワンマンライブを大成功させたあのトリプルセブンソウルのとの写真の一つです。で、これあれやな、あの打ち合わせに六本木の、ミッドタウンにちょっとあの衣装を引き取りに行ったりした時に、はい、タウルスと一瞬だけ見たイルミネーション、うん、なんであんたとなっていう言いながら見たイルミネーションやね、これね。そう、あ、これね、これ酵素玄米、あの先週言ってた4日かけて作った酵素玄米で、これはこの一杯だけでお腹いっぱいになるっていうので、すごいね、味はね、4日かけてお菓子みたいな味やね。はじめこれ作るときに右回りに10分間ずっとかき混ぜんやんか。あれは玄米に小豆だけが入ってるわけで、水入れて10分間右回りに回すねん。でその状態で1日間置いとくねん、まず。でそっから3日間90時間保温すんねん、炊いてから。でようやく食べれるようなんだよ。その90時間の間であのお米に酵素が入ってるわけで、4日目にやっと食べれんねんけど、結構美味しいねん。納豆みたいに臭くないし、もうちょっとねお菓子っぽくて、あの赤飯のちょっと味薄い版みたいな感じです。体にいいやん。うん、体にすごいし美味しかったから、みんなもぜひよかったら真似して食べてみてください。4日間頑張ってください、うん、ということで。でもね、本日はね、私なんかよりもっと過酷なダイエットをしてる人が待ってるので、その話もちょっと聞いてみたいと思います、はい、ということでエルクエアおいでやす、今日も始まります。オープニングどうぞ。
ということで、こんだけね席が空いてるということで今日もお呼びしたいと思います、はい、トリプルセブンソウル、イエ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 イ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶり。そう、1ヶ月前はね、あのちょっと出演できなかったので、うん、1ヶ月空いてぶりなので、ちょっと久しぶりかな。はい、あなたちょっと映ってないわよ。久しぶり、元気みんな、ヤッホー、ヤッホー。はい、そんな感じで今日もやってきました。はい、トリプルセブンソウルということで、はい、いろいろダイエットとか聞きたいこともあるけど、はい、なんかちょっとちっちゃなってもね、やっぱりなってるいや、みんな言ってます、やっぱりちっちゃなったな。その話も聞きたいけど、まずはね、はい、記念すべき11月23日のワンマンライブ、まだ写真とか映像がまだ出来上がってないみたいなんですけど、あのみんなが撮ってくれた写真があるとのことなので、 はい、それをちょっと見つつ振り返っていきたいと思います。どうぞ。どどーん、いける、ちょっと待ってみたい。はい、待って。あ、いける、どどーん、いいね。あ、いいね。これはパーティータイムかな。あ、パーティータイムだね、この感じは。楽しそう。楽しそうやろ。そうやろ。楽しいもん。これめっちゃ楽しそう。これめっちゃ楽しそう。だってめっちゃ楽しかったで。みんなで体操してるみたいな。そう。もうだって誰よりもあやちゃんの足が上がってるもんね。プレストっていうね、ダンサーさんが来てくれて、新潟のスーパーダンサーたちが、私たちのバックダンサー。ソウルの専属バックダンサーになりました。ねえ、あやちゃんがアクティブって書いてる。アクティブだよ。すごい盛り上げてくれましたよね、プレストが。うん、あ、でも、もう専属バックダンサーになったんや。そうそう、へぇ、新潟でちょっと遠距離なんですけど、遠距離恋愛みたいな。遠距離ダンサーさん、いいね、みんなみんなすげえ盛り上げてくれてる。これいい、この写真いいね。さすが。これは最初の方やね。最初の方だね。これ、うん、そうやね、初めの方やね。いや、もう最高やったよ、みんなの笑顔が。確かに。これどこ、あの渋谷のエイジアラブ、エイジア、イエーイ、イエーイやな、これ。いや、これイエーイ、イエーイって言ってるの。バンバンイエーイや、これ。このピースいけんな。やばい、これ。アンコールでみんながサプライズしてくれてさ。あー、そうだんや。さっきタオちゃんとイルミネーション見てきたって言ったけど、俺ら最高のイルミネーション見せてもらってきた。な、私ら二人でな。あ、これカメラマンはジェイ様の。めっちゃいいやろ、これ。ジェイ様の。さすが。私の携帯で撮ったんですけど、めっちゃかっこいいと思って。うん、いや、マジで。あ、来ました、 OMG。 ディアストロンガルが来ましたって、超嬉しくない。ディアストロンガル泣いてくれたんや、ありがとう。OMG、OMG、 OMG。 あれ、これさ、ショッツマンの、あったやん、サンタクロースの、うん、俺あれ買おうと思ってなかった。よかった、仲なんだよ。買って出てきたらヤバかったけどな。2人サンタいる。それはそれでおもろいけど。これこれこれ、それちょっと前に言ったな。ショッツマンもう完璧狙ってきてるもんな。ニットまで赤にして。そうで、ショッツマンあんな格好やったから、私もちょっと冬っぽいあんな格好になって。いいね。でも久しぶりでしたよね、 OMG。 久しぶり、楽しかった、うん、笑ってしまうわ、喧嘩の歌なの。そうやね。なんでリハで笑ったし。いや、ほんま、ワンマン前、こう忙しそうで、あんま会ってなかった分、久しぶりやったから、ね、OMG が、笑けて笑けて、私も。いや、マジでみんなありがとう、ほんまに。最高に楽しかった。本当ありがとう。お疲れ様。お疲れ。マジで楽しかったわ。超楽しかった。な、もうすぐ、もうやりたいもんな。もうやりたい。ね、そうなるよな。わかる。次いつって聞いて。次いつやろ。次いつやろ。あれは1月25日のツーマンがあるので、とりあえずこのツーマンは来てほしいね。そうだよね、うん、また来れたらプレストも来るので。おお、うん、来れたらいいけどね、うん、ぜひぜひ。おお、マジか。皆さん遊びに来てください。はい、ということでさ、はい、ちょっとダイエットの話も聞いていい？いいよ、ダイエット。もう今日も行ってきたからね、ライズアップ。あ、そうなんや。ライズアップはあの写真みたいになるんやんな。そうそう、あれでもあの写真はでもちょっと長い間やってて。あ、2ヶ月ではないんや、あれは。そう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 。でも基本ああいう、みんなああいう感じに仕上げていくかな。終着点、どんどん終着点、どんどん筋肉好きになってる。そう、俺筋肉痛が最近心地よくなってる。ちょっと気持ち悪いもん。あ、でも筋肉痛、筋肉っていうか筋トレする人って筋肉痛が好きっていうよね。なんかな、ここ 今からここの 筋肉を鍛えますっていうトレーニングをして、うん、次の日そこが筋肉痛になるやん。あ、嬉しいよな。そしたら、分かる分かる分かる、俺ここ次痩せていくんやとか、ここ引き締まっていくんや、ここに筋肉できていくんやっていうので、ちょっと嬉しくなる。あ、でも朝起きれへんねん。ド M って書かれてるけど。じゃあド S やけど、ほんまはド S やねん。
でも 今だけちょ2ヶ月間ド M になろうかなと思って、うんうんうん、でもほんまにあのもう立つのも俺電車座ったら次立ち上がれへんぐらいしんどいし、うんうん、だってあのケツもさケツも筋肉痛になるから立っててもしんどいし座ってもしんどいねんか。あなんなんであやちゃんが OMG 前に言ってた茶番での、うん、あのっていうかいちいち階段上がんのにあの足痛いとかうざいとか言ってたの私らも裏で爆笑してマジでめっちゃしんどいねほんまに今から怒った顔して出ていくのに笑かさんといてよみたいな。かっこいいボケじゃん。おおやっ何キロ痩せたんですか。あ、高見も変えちゃうのまたね今またね高見バイバイ。高見どこにいんの。じゃあ私ら2人にしか言ってないけど8キロです。あれ1キロ増えてる。イエーイ。今日測った最終日はいつなの。最終日はまた年末やな。だからまだ1ヶ月経ってへんぐらいかな。うん、じゃあやばいな。年内なんや一応。うん、え、それって2ヶ月分終わったらもうあとは全て自己管理の世界。もう全く関係ないんライズアップは。うん、でライズアップは別に2ヶ月間だけじゃなくていけんの3ヶ月4ヶ月5ヶ月の人もいるけど、うん、普通に100万ぐらいかかる。あ、そういうことない。最短であの値段ない。最短で30万37万高ーで4か5ヶ月とかが多分80万ぐらいとか確かそんなぐらいだもん。来年2015年は新しいポテトに生まれ変わってる。だから80万もかけたらほんと違うよね、うん、画面が違う違う、うん、1ヶ月で8、そう1ヶ月まだ経ってないけど8キロぐらいかな。8キロも痩せたら変わるよね、そりゃ。だって普通に俺んちの犬2匹分ぐらいいい犬になったことがあるからね。そうだね。まあそれ犬4キロぐらいやもんね、ダックスな。今1ヶ月ぐらいやろ。今早朝もうすぐで1ヶ月やんな。じゃあ次の1ヶ月また8キロぐらい減らすのか。そうやな、でも俺でも最終的にはそう15キロから20キロぐらいは減らしたいなって言ってて。めっちゃ減らすね。やだ。あとは筋肉 の, あの重さもあるもんね。そうだから今はちょうど減らへん時期やね。そうやな、分かる分かる。脂肪がなくなってあの筋肉にするから体重的にはちょっと増えたり減ったりするんだけど、うんうんうん、体脂肪率は私これぐらいで体脂肪率は減っていくから。お前あれやろ、俺が痩せたらこのこうあの自分が太って見えるから嫌に私それタウルスに一時タウルスが一時ガリガリの時になんか私めっちゃ太って見えて頼むから太ってくれなんでそんなガリガリなんて言って言ってた。炭酸も痩せてるっすよね。いやでも最近ちょっとまだふっくらしてきました。普通の人ぐらいになってきたけど、あ、そうなの。冬に備えてそう多忙になるとこの人ガリガリになってくるから飯食えへんもんなほんまに。うん、そう困るよね。困る。ちょっともいきなりめっちゃ細くなった時期があって、両サイド細みたいな。あ、やだやだそれ。すごい困った。っちが別にジュライ細いから。いやいやいや、冬は太んねんやっぱ。で、私顔丸いから顔につくから、あかんねんな。ジュ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 。どうも。はい。そうだ。しょっちゅうやん、肩良くなってます。今日はジョニーさん、いや、おらんよ、そら。ジョニーさん、一週間も東京で。来たら多分結構フリーターやな。フリーターやな。そうそう。でもね、あの先週のジョニーさんのあの過去動画結構見てくれて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということでちょっと今日はゲームを私考えてきました。わーい。というのも先月は来てないか、先々月の時に人狼ゲームを触り合って、うん、今日それやろうかなって言ってたんやけど、はいはい、ってか思ってたんやけど、ちょっと1ヶ月空いたらルールみんな忘れたし、うん、私もちょっといまいち覚えてないから、あのよくあるパーティーゲームでさ、はい、こんな感じでここに単語書く、や例えばここに、うん、お茶って書いて私がくっつけられたとしたら、うん、私以外の人はみんな私にお茶って書かれてるの知ってるけど私は知らん状態で、私にそのお茶を禁止ワードを言わそうと周りがして言っちゃったらアウトっていう簡単なゲームなんですけど、それを今日やってみたいと思います。で禁止ワードを決めるのもどうせやったらみんなとしていったら楽しいかなと思うので、あの見てたら禁止ワードじゃなくなるので、とりあえず一人ずつちょっと消えてもらって禁止ワードをみんなと決めたいと思うので、まずタウルスさん、ほんだあのちょっと消えてもらえますか。聞こえないようにしてかなきゃね。そうで、あの聞こえないようにしてほしいので、あのスタジオのあのあの外に出てもらって。マジか。あの新宿の新宿の駅前らへんにいてもらっていいですか。いってらっしゃい。タバコ吸ってくる。あ、水買ってきてもらっていいですか。これファミチキ。そうそう、ね、ちょっと寒いと思うけど、うん、みんなあれだ、みんなあれな、あのモニターは隠すから見えへんけどコメントは見えてるから言ったらあかんよ。そうそう、内緒な、うん、はい、あのね、タウルスね、とりあえず何がいいかな、ちょ何がいいと思う、禁止ワード単語系がいいんですかね。で、その子にこう言わすものやから、うん、単語にします、名詞みたいな、
名刺とか、まあそうやな、だって何々やねんとかなったらもう2秒で言っちゃうから、え、でもほんまにお茶とかさっきの良かったんじゃないの。そう、でもタウルスは一番この中で喋らへんから。そうずるいな。そうやねん、だから、ね、何がいいかな、何がいい、難しい、これほんまに難しい、みんな考えて一緒に。ちょっと40分もらわへん、あかんって、もうタウルス出えへんわ、タウルス終わるから私らのフリートークみたいな、何がいいかな。なんかじゃあみんなちょっとなんか、何がいいかな、クオリティはクオリティ、クオリティやばい、おやばい、いいな、いいな、あいつすぐクオリティがって言いたがるやん。その横文字使いたがるんですよ。そう、クオリティ。でもクオリティって言わすってことは、音源の話を振らなきゃね、うん、こう間違いない。エルクが音源で一番気をつけてるものは何ですかとか言っても絶対クオリティって言いますから。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、聞こえちゃった、ダメだ。おい、タオちゃん見てたな。オッケー、クオリティは NG。でもクオリティとしか書いてないからきっと分からへんと思うで、いけるんじゃん、クオリティで。聞こえてなかったのかな。いや、聞こえてはない、聞こえてはない、あの、あ、そっか、音は、声は出てないから。そっか、そっか、じゃあクオリティにするわ、これ。クオリティとか US とか違う、めっちゃ言いそうだ、言いそうやろ、クオリティ横書きって。あ、US だUS って何回か聞いたことあるもん、ね、言ってんの。私もクオリティ知るほど聞いてるからな。俺はクオリティと US めっちゃ聞いてるやろ、クオリティな。うん、あ、まあ、好きな話をさせたらすぐ言うわな。じゃ まずタウルスをちょっと呼んでください。見えちゃうかも、映って、うん、どうぞ。ウケる、あ、ここにこれをさ、あの、あの、これ、うん、切った、僕かけて、私なんか大丈夫かな。あのね、みんな、あの、うし、あ、これで大丈夫ですか。モニターが見えへんようになってるから。俺のあれにする、待って、こっちもあるよ、穴で、穴で、こっちで、あ、ちょっと、これ閉めたらいいんちゃう、これは閉めていいよ、閉めていいか、これでいいよ、いい、いい、うん、オッケー、オッケー、オッケー、これも見えないっすね、これでもう見えません、いいよ、キータウルス、こっち来て。オッケー、オッケー、これでいける、めっちゃおもろい、おかえり、ほんで、ここに座ってください、タウルスさん。で、タウルスの禁止ワードを今、頭にかけるので、これを絶対に落とさないでくださいね。押さえててね。落ちそうなのね。あ、ちょっと待って、一回外して。ホチキス。まあ、頭にホチキスガチャンってやっていい。あ、それで安心。はい、絞りで冷めたいんです。こう見てみて。落とさないでね。次からちょっと太文字で書いた方がいい。あ、ほんま？本当に。オッケー。大丈夫。じゃあ次。アヤピーにじゃいなくなってもらいます。すいませんが、表にすごい、ちょっといただきます。よろしく。はい。はい、全然分かれへんわ、やろ、話の流れが。今言ったらおもろいけど。もう言うやん。これで言ったらもう、俺ら笑っちゃう。アヤピー禁止バンド何がいいの？一応言いそうなこと。こう言いそうで、うちらが振りやすいこと。アヤってどんなんが言いやすいやろな。わやじゃがじゃがにしようかな。なかなか言わない。わやも最近言わないって言ってた。あの MG の最後何やったっけ、あの撮ったやつとかって言ってくれ。もうそれミスったらもう終わりやろ。ワンチャンだけ。ワンチャンしかないな。そうやな、どうしよう、何がいいかな。何がいいやろ。何がいい、あやぴーが言いそうな。もう普通に言いそうとかじゃなくても別に何でもいいじゃん、うん、マイクとかでもいいんじゃん。あとなんか可愛い、あ、はい、ポテトし、あー、それは言いそう。どうだろうの、最近ね、ゆわちゃんって呼んだりするし、たかちゃんって呼んだり、ポテちゃんって言ったり。あー、え、で、レイとかがポテト欲しいってめっちゃ言っといて、そしたら多分便乗してポテト欲しいってなると思う。あ、確かにね、うん、そうだそうだ。じゃあ俺そういう感じにしよう。サブリミナル的な。あと、アーピーってめっちゃどうしようって言ってるイメージがめっちゃあるんだよ。あー、私どうしようめっちゃ言って、すぐ困る。私どうしよう。やっぱ勝手に言うで、勝手にそれは。それやったら、あ、もう勝手に言う。勝手に言う、何も言わんでも言えるから。でも言ってもらえる。ポテトとかは結構いいと思うんですよ。どうしようって明らかなんか喋ってる期間やん。だってあの相談事とかイベントとかライブとか。あ、そうか。言わそうとしなくても出てくるぐらいの。なるべく俺らが言わして狙ってたもん。そう。じゃあ、ピーには俺らも面白いな。で、いきますね。じゃあ、あやぴーを呼んでくれますか？あやーって言って、喋ってるけど、
俺自分の待ってないよ。みんな言ったらあかんで、これ絶対言ったらあかんで、このゲームが意味なくなるからね。全然分かれへん、はい、外で待ってる時だいぶ変な目で見られるから気をつけてね。このアヤピーのこれね。そういう辛さもあるんですか。ついてくるよ。なんかじゃあ次俺行くわ。やべ、全然分からんわ。いいそう、いいそう、いいそうなの。もうちょっとこっち行ってもらいます。はい、行ってきまーす。外まで来ない。そうそうそう、ポテちゃんが言いそうなこと、ポテちゃんが言いそうなことを、怖いよ。これはみんながかぶってからスタート。まだ聞こえちゃうからあかん。みんながかぶった時点で一回 CM 行こうかなと思って。多分だけど、うん、筋トレの話したら腰パッカーンってする。みんなね、難しい。こうわとかすぐ言いそうだけど、すぐ言いすぎるよな。多分一発目ぐらいに言いそうだもん、これ始めて、始まって。こうわ。あ、ゆ、怖い、怖いわってやろ。だからもうハイスタートで、もう怖いわ。どう？え、ライザップは？あ、ライザップは？ライザップ？ライザップ？ライザップ？か。ライザップ？めっさむずいわ。なるべくだから方言とかじゃない方がいいの。そう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 。何がプチョエンさんは言わんやろって、それは言わんやろ。何？プチョエンさんってやばそれむずいわ、ちさとちゃん。みんなで盛り上がっていこうって。ちさとちゃん、それむずいわ、プチョエンさん。みんなで、行くぞー。何言えばいいかな。でも、なんだろう、あの、これむずいっすけど、その、なんか2回繰り返す系の関西のあの感じ。あー、2回繰り返す系。あの、なんて言ったらいいですかね。なんか、こうは怖いとか、くっさくさいとか。サブ外サブ寒いわ。もうそれ若い時に言ったら話だね。もうスタート始まったら絶対言わんやん。何がいいかな。ちょっと早決めないと。でも怖いわでいいんじゃない。難しい、あ、簡単すぎるか。いいかな。それかも、ほんとライザップ。ライザップ、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 ライザップにしてよ。 OK、 ライザップ言うでしょ、うん、まあさっきも言ったし、うん、まだ俺の話聞いたよ。なんか他の話でも言ってきそうじゃない。食事制限の話したい、うん、とか、どういうことするの。あー、OKOKOK です。ポテト氏を呼んでください。どっか行った。あれ、帰ったみたい。そうなんだ、帰るってあんの。だって見てもあかんしな。あ、そうか、書いたらあかんねんな、これな。そうやる、そうやる。はい、いや、すごい緊張するな。後ろも、あ、向いてください。トビがしか来ない、はい、あ、よし、じゃあ楽しみやな。いきますよ。ででん、そこにモニターがあるんだね。見ないようにしなきゃ。一瞬あってなって全然見えなかったからよかったけど。あ、今アップにしてる。いける。なんか耳オッケー。はい、じゃあ次はちょっとレイコンにいなくなってもらって、うん、じゃあちょっと一回帰ります。うん、お疲れ。お疲れ様でした。なんか無口になりそうやな。分かる、確かに。何も喋れへんかったよ。全然喋らんねやろ。なんか俺他の人のも見たらあかん気になってる。なるほどね。じゃあどうしますか。ポテトで面白いな。なんでなんでな。そのつけてる絵がなんていう、あの髪の毛が綺麗にまとまってるからさ。なんかめっちゃ見たい俺な。どんな感じで見えてんのか。クソみたい。よだれ垂らすんだよお前。ちょっと待って、これ何がいいかな。ちょっとレイは、レイ何言いそうだよ。レイ言いそうなことなんかいろいろあんねんけど。言いそうとか、こう振りやすいこと。そう、みんなどんな感じか分かってない、自分のだけな。だから言ったか、みんなコメント絶対書いたらあかんねんで。ねえ、何がある。レイって何言ってるっていうと、レイは音楽の話したらすぐなんかそのことか、音楽の話をする方が饒舌になるから、そうか、あとなんかそういうなんていうの、説明系、あ、なんていうの、あの、いや、なんか多分間違いないとか言う、間違いない結構言うよね、間違いない、なんか間違いないっていつもこうやってる意味で、そう、間違いないっすねみたいな言うよね。初めましてはあ、それ初めましてだわってめっちゃ言う。あ、スペースはスペース。でもこれはスペースね、言わすの難しいやん。そう、これって何かの締めに言う言葉だから、
始まってみんな静かになって、うん、ちょっと静かやから時間もあんも出へんからちょっとレイローラやってて OK って言わせた。え？OK？ OK って言われて、ちょっとみんな無言に、あ、スタート始まってから無言になって、ちょっと時間まあ持てへん。なんで今声小さいの？ほんまにちっちゃいけど俺あんま聞こえてへんし。まあ、もいやでもそれ言ったらもう一瞬終わってまうやん。一瞬だからあかんから。助かるわ。助かるもめっちゃ言うの。助かるとか初めましてはめっちゃ言うねんけど。言うけど今言わんやろ。え、じゃあ初めましてっていうのはなんか何なんか初めての何やろ。だからそれ俺初体験だわみたいな時に俺トマトに例えばケチャップかけて食うねん、トマトケチャップかけて食うねんみたいになったらそれ初めましてだわみたいな。あー、そっちの使い方ね。言ってくないもんな。こういう時に言うかなって分からんな。やっぱり間違いないだな。間違いない。間違いない。間違いないですね。よく言ってるね。じゃあ、それにしても間違いない。こっち系なの？こういう、結局さ。結局、言いそうなことみたいな。言いそうなことになってきてる系かな。うん、でも、言いそうなことでも言わすようにしなあかんからな、結構。じゃあ、レイポン呼んでみてもらっていいですか？ギャルあ、でもショッツも入れてもいいな、別に。うんうん、なあ、じゃあショッツ入れるから次ショッツいなくなってもらおうか。その間に CM 行ってるじゃん。どうだいか。おかえり。おかえり。じゃあレイポンの頭を。俺めっちゃ何言う、俺何書かれてるのかほんま気になるわ。この上で。あー、いいっすよ。2個ぐらいね。でショッツマンをちょっとね、考えたいと思うので、ショッツマンちょっといなくなってもらっていいですか？なあ、レイ見て、タクタカちゃん見て、おもろくなるはい、なんだろう、なんでもだけ面白いタクタしてる、ね、まとまってる。でもなんかすごいね、文字含めてなんかすごい全部いい感じ。ほんまにショッツマンどうする？これ CM はいけへんの？CM いかない。ショッツと私のやってから行く。バイブスちゃん。あ、俺、あったっすよ。何？ほう、ほう、言う？どういうの？言うやろ。え、なんかだってポーポーって言わすためには何かこうあの人がこうテンション上がることをしなあかんってことやから。そうっすね。しかも別にテンション上がってここの状況で言わんでフラブじゃなくてフラブじゃないって言わへん。バイブスかな。バイブスかな。そうかあれ。でもマジなるほどやったら2秒で言って。あの、ショツくんのモノマネするときのポポか。えんちゃん、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 あ、えでとか、えで、えんちゃん、あ、で2秒めっちゃ言うな。2秒？うん、2秒ってどういうこと？あ、でもえで言いそうって書いてるからえでにする？うん、なみんなも言ってるし。これもう一番言いそうなんじゃないもしかしたら。すいません、ショッツマン呼んでもらっていいですか？えで、めっちゃ早って言われそう。じゃあ、ショッツマン、映ってんのかな？え、レイ君の、じゃあ、端に入ってもらおうかな。じゃあ、俺がこう詰めるかね。うん、ちょっと詰める感じで。ショッツさん、インデハウス。ハロー。おはよう、みんな。ショッツマン、めっちゃ面白かったけど、なんか、クラブでは言うって何を言ってんのやろ、俺、とか思ってた。あなんかあの外でこれみんなこうやってるのめっちゃ面白い。じゃあ私いなくなるから。じゃあ私いなくなるので、あの、考えておいてください。はい、行ってきます。はい、いいかな。見すぎなっていう、ん、見すぎなっていうコメントの意味審査。出た。ジェイ様、何にします？何する？何とか。うーん、どうしようかな。なんか普通になんか本当言いそうなこととかじゃなくてもさ、一緒にいてほらめっちゃ言ってんじゃんっていう、はぁーとかじゃん。めっちゃ嫌だよね。怒られてるやん。え、何やろ。怒られてるそうですよ。え、めっちゃやばい言ってるかもしれない。あー、言いそうそれ。あ、でもこのこの下りやったら、じゃあこういうの時さ、なんかやっぱなんか想像しながら言うやん、ここに書いてあるの、うん、だからなんか口癖的なやつはちょっとあえて外してこようとするやん。そうやな。だからもう普通にちょっと違うやつでいいんじゃん、振りやすいやつ。結構な、擬音語系が多いね。なんかピッとか、パッとか、ピッとかやって、あれ、あれさ、この前ピッとやってさ、みたいなとか、ピッとかが多い。完全に関西の人たち。
ピッてやって、やっぱっとやってみたいなところ。ここにピッて書いてる面白いけどピッてやろう、あれピッといいかな、どうしよう、何がいいんやろ、めっちゃ思いつかへんな、うん、辛い。あんたはあんた、あんた、言わんかな、え、言うやろ、多分、すぐ、うん、すぐ言うか、すぐ言うか、言うかタオちゃんとショツマンがいたらすぐ言うよ。あ、言うな、それでこうや、タオさん、あんたからこんな喋ってやとか言うちょっと、すぐ言いすぎるかな、いや、言っちゃう、でも、あえてめっちゃ、もうすぐバーンってなるちょっと、行ってみようか、オッケー、うん、それで行こう、それで行こう、あんた小さいそうやないや、これ多分マジで、え、じゃあ誰から喋り始めますみたいなこと言った瞬間に多分ジュラさん言うと思うんでも、言うな、あんたから行けよ、この番組中は言わんかもよ、意外と佐藤があやぴー可愛いってオッケー、ありがとうジェイさんのこれでもさ、ドーンって負けても別に会話には参加するんでしょそうだよ、帰って、帰ってみたいな聞いてないわけないと帰ってみたいな、じゃあ、続けてください、私にもじゃあ、どうつけようか。でもこれ私一番な喋るから一番不利よな、完全に。まあそうやな、うん、まあもうワードとして帽子が結構難しい。あ、待って、帽子取ろうか。はいこれどんな感じなんていうの、めっちゃめっちゃなんかこうみんな頭につけてアホみたいになってるよ絶対絵的にやばいと思うんだよね。ツイッターに画像載ってるから見ないで。ああ、はいそうやな、ちょっと待って、待ってこれちょっと危ないな、やばいやばい、まあ、ショットさんしか見えないけど、うちらから、うん、このくらいかな、 OK、 じゃあ一旦これで、うん、CM 明けゲームをお送りするので、ちょっと邪魔CM 行ってください、はい、待っててね。自分を変えたい全ての人へ、さあフェイトへおいでよ。おるなっていうのはなるほど、え、それ絶対俺か、今思ったけど 誰倒せそうな、俺どうやろうな、誰倒せそう、これポテトシかな、俺ポテトシ倒れそう、倒れそうやわ。いやでも俺も個人的に言ったらポテトシ意外といっちゃうんじゃないか、まあ、私もポテトシ倒しやすそう、倒しやすそう結構な倒しやすそう、でもショッツも完全に倒しやすい、マジでかな、あ、うん、そうか、あ、俺がショッツで、でもタウルスはそっちの話に持っていったら、うん、あー、そうやな、俺だけちゃうの、
多分なんかちょっとちゃう英語とか、あーちょっとだけ変化球ですね。そうそう、ただ、うん、ほんと条件揃ったら多分すぐ言うね、うん、私口癖系だと思うんだよね自分口癖やな口癖やな口癖だ違うもう何もうやだもう、ね、やだ嘘だ違うわこの人らが言うから寝言で言ってるぐらいの口癖なんそれ違う違う違う俺だってめっちゃ聞いたことあるもん寝言で言ってたらちょっと引くかな引くでも現地の時とかも車のね、うん、俺とやめてよ変なこと言ったんでしょ俺の寝言がだから運転席と助手席にいてでこうやってる時もなんか寝言でちょっと本当に嫌だほんまに嫌だえ、でもこの前のクスワンマンでも言ってたよな言ってたよな俺マジで結構聞いたことあるででもそれ言ったらポテトシ今日も言ってるポテトシワンマンでも言ってるさよなら何何お前やお前や私あ、お前ちゃんが終了しましたいやそんな適当やそんなじゃあポテちゃんとかもう言ってああムカつくいや確かにこれ寝言で言うわだからみんなでやたらポテトシって言うムカつくほんまに俺が最近呼び方違うからなんかバレない間にその始まる前からポテトシって書いてたポテトシ行ってらっしゃいとか言ってたからめっちゃうまい、終わり店始まるうまっ、ナイスコメントで、これが一抜きねそうやなとりあえずじゃあでもこっからはあやちゃんもすごいいろいろでも一抜きしたからなんぼでもそうだね誰を倒したいかもうガンガン言ってガンガンで一応じゃあ今タウさんが喋ったんで、うん、初めのショットさんからそうだねあなるほどあと受けた、セーフやった言ってもうたけど、迷っちゃうかった迷ってて迷ってて なるほど7から多分20で死んでるなるほど、瞬殺すぎるすごい、ピンときたんだ今もう勝手に言ってたな、今そうやな、これちゃんと拾っとかなあかんで、みんなでも喋るのめっちゃ怖ないや、怖い、結構怖いいや、怖いけどえ、でも俺多分なるほど以外やったら多分あんま出てけへん出てくれてほんまにじゃあ結構こっからショットさん喋ってくれますでも喋るよ司会で行こうあれえ、今度もっと行ってバン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 ちょっと司会してあーどうもそうやったらめっちゃおもろいけどあーどうもやったらめっちゃおもろいけどな変な絵ですけどもこのみんな頭にねそれぞれ書いてることを言ったらアウトって説明しだしたまずはもう一回ルール説明ルール説明はこんな感じで、でまあリスナーさんもどんどん言ってくれていいですよ。こんなこと言ってとか。うんうんうん、まあそうね、そういうことです。あ、なんかテーマをそれに。そう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 。そのテーマについて話したりとかするのもありやしって感じだよな。結構普通の話してるのが面白いな。これだよね。ショットさん毎回やるとき一緒にやりますよね。これ絶対俺。でも次俺それ何やったっけ？なるほどにされたら絶対負ける。なるほど以外でいいからな。ショットさん出てくれる方が楽しいわ私一緒に分かったショットさん毎回出てショッツマンショッツにお任せでもやったらいいじゃんショッツにお任せ30分しかないそうやね全体的にこれを浸透させていくんだどういうあれなのかなでもこれあれやな引き出しをこううまく持っていくようにしたんだからやな、うん、じゃあショッツは誰を倒したいと思ってるの俺はポテト行こう、じゃあそこ行こう最近さ、なんかちょっとムキムキなったとか言ってさ仲良いのまあまあ、調子乗ってるんだえ、ちょっと待って調子乗ってるんだ調子乗るみたいな中学生みたいな俺ももともとあれか確かに何やねん絶対わかんない何やねん昔は結構ムキムキやってんけどさやっぱりな、ライザップ通ってるポテトには負けるかなっていう確かにちょっと待って、怖怖すぎるえ、それって食事制限とかって全食全部送るの、サメで。え、そうやね。ストーカーみたいらしいな。いや、そうやね、しかね。一日の、まとめを夜に送る。なんか、じゃあ、無視してしまいそうやねんけど。しかも、なんかうち、その、ナイトチューブ内で、結構その、ホストの番組が多いねんけど、ホストは通われへんやん、お酒飲むから。だから、その、普段通ってる人を見られへんわけよ。うんうんうん。でどうなんかなと思っていろいろ聞いた食事制限ってえめっちゃ詰めてくるやんあれ飲
の食事制限って、その2ヶ月の制限のやつってもう一人一人違うの。それとも2ヶ月の人はみんな一緒なの。めっちゃ攻めるっすよ。多分あれっすよ、あれ集中攻撃やん。やつは決まってて、あとはその人の食生活に応じてとか体型に応じて、そうそう、だから食べれるもののリストみたいなのをもらって、で今何日目当たってる、あれちょっと待って、今俺何日目ちょっとなんかもう話聞かんと思うんですよ。何が何日目、俺何日目、どういうこと。そういうところに通ってる人ってなんていうんだっけ。ちょっと待って、それは絶対違うね。え、ちょっと待って、ほんでちょっと一回試してライザブ ライザブ何やねんそれ。なんで試した、なんで試した。俺の方が多分騙そうとしてると思ったんですよ。じゃあもう絶対ライザップって言わせるんやろうなと思って、いやでもこれライザップさすがにこんなストレートで来んやろと思ってライザップって言ったらライザップやったモテだけちょっとクオリティ良かったな。じゃあライザッパーって言っちゃいけないのかなって頭の中で思ってるの。そう、ライザッパー、いや違う違う、俺筋肉、俺筋肉に多分筋肉とか良かった。じゃあ俺が多分普通にブログでライザッパーポテトって言ってるけど、そうそうそう、ライザッパーにしようって私は言っててんけど、プにしようってなって。じゃあライザップは絶対そうやと思ってて、俺もライザップやろうなと思ってたけど、さすがにそうやってライザップばっかり何って言うんやっけみたいな、あ、そうで来るから、あ、確かにストレートすぎて、さすがにそこはないやろと思って。ショットさんも誘えばいいじゃん、ライザップ。うん、こ俺も何も怖いもんない。35万やろ。37万、高すぎて。じゃあ私お金払ってあげるから行きよ。行く行く行く、それ全然冗談やけど、めっちゃドキキや、冗談やけど、ちょっと待って、私自分で行く、お金払ってあげる。俺ほんまにいた方がいい。そうなの、もうマジでそんな言ってない。俺、じゃあそういうあのあれやけど、俺マジリアルに履いたからな。そうなんや、そうなんや。俺パンプアップだけでもしたいね。あ、でもパンプアップさん見てください、値が良くなった。ショッツショッツ簡単に言わせられると思ったらもうむずいわ。言わせえな、むずいわ。なんか近い、なんかニアピンもあるけどな。そう、ニアピンやんねん。ね、でもさ、うちタカちゃんが痩せたら今までのタカちゃんを好きだった人ががっかりするんじゃないかなって思ったけど、それ間違いない。ムキムキになってもちゃんと今までの子はついてきてくれるよな、レイ。ついてきてくれるよな。ついてきてくれる。なんでレイ、めっちゃ可愛い。いやだからほんまにな、わけわからんから喋れへんからあるで。じゃあ、私から今のさ、ムカつくんだけどな。私から、3人お倒しに、じゃあ、質問するわ。OK。 まずじゃあ、タウルス。おぉ。タウルス倒す？あなたは、エルクストリートとして、一番楽曲を制作するにあたって、何に重きを一番置いてますか？もっとな、でも今でも確かに、ね、もっとそのなんてよそ行きじゃなくて普通に聞いてほしい。いつも通り、いつも通り答えたいですね、やっぱり。じゃあ普通の会話の方がいい。じゃあ俺は普通に、いや俺はそのタウさんはその、まあ、DTM なりやるときにそのなんて気をつけてるところみたいなの、同業者的には俺は普通に。なんかいろんな人の人の話をするじゃないですか、まあ、声の抜けであったりさ、いろいろ言うやん、そういうことを。タウさん結構声大事に、そうそう、抜けがどうなんか言う、言うよ、めっちゃ言ってる。なんで今いきなり何も言えへんみたいな顔して。めっちゃ言ってるね、普段。多分エルク制作の中で一番言うんじゃないですか、わかんないですけど。一番気にしてることって何かなと思った。言ったらタウさんが根っこなわけ。それは当たり前やん。その例えば音で声の抜けやったりとかいろいろあるわけやん。でもそこで一番俺はやっぱこうなんかこだわるなとかあるんかなと思って。こうこだわる、うん、音の何ってきてる。何を求めてるの、音の何。音の抜け、バランス。じゃそう思います。バランスな、音の何だ、バランスじゃん。抜けとか言ってる、リスナーがないのねえって怒ってる。いやこれな、ジュライもな、もしかしたらでも言わんかもしれんね。ねえ、そうなんですよね。これ言わんかもしれん、下手したら。なんかちょっとさっきからちょっと
いい感じに振ろうと思ってんだけど、あんま言ってけへんから、うん、振るのはちょっと難しい、うん、よそ行きやわよそ行き、よそ行きだ、なんやろ私が普段言いそうなことって、うん、なんやろ。いやでも俺レイ結構すぐ言うと思ってんけどな。やばかった。レイ結構すぐ言うと思ってんけどな。いやすぐはでも言わないよ多分。ほんま？なんか会話の中でなんか結構いつでも言ってそうな気がする。言ってそう言ってそう。言ってそう。ってかみんな言ってそうやけどな。いやでもこの中で一番ショッツが言ってそうやねんけど。そうなんや。一番言わへんねん。レイが好きなラッパー誰なの？洋楽、邦楽。あ、じゃあ邦楽でしょうか。邦楽で好きなラッパー、最近はもう本当にサル、アクロ、おあたりはもうやばいと思うし。あー、なるほどね。アクネかも BL が超あー、BL が超確かに、確かに、確かに、なるほど。サイビーツも音やっぱな、BL の音はいいよな。なるほどね。クオリティが高いね。確かに、うん、間違いない。やっぱトラックだけでかっこいいっていうクオリティは大事だと思います。間違いない。めっちゃ笑う、めっちゃ笑うじゃないですか。これめっちゃ分からんけど、めっちゃ面白いなと思ってんな。全然難しいな。これどうしたらいいの。じゃあショットマンの真似してよ。ショットマン、二人ともショットさんになって会話してみてよ。そうなの。違うやん。これやったら似てるって言われてる。そうね。やばいな。これ多分いや難しいわ。みんなの会話から多分俺の言わせたい言葉はもう分かってしまってるから。嘘。あ、じゃあそれが当たってたら1位でいいんじゃん。うん、じゃあ俺もその感じで言ってミスったパターンやから、あのミスったパターンだから。それをそれを話したパターンで。だから俺は逆に最後まで言わないでおけるっていう。あ、そっちね。私が全然分かってない。何か、そう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 。えずらいはだからもう今日は外向きやからあかんな、うん、普段言うこと、うん、何普段すぐ言うで。言うわ、もう俺としては。だって さっきから多分5回ぐらい言っていいタイミングあったのに、あ、言わんかったんや、うん、だから多分言わへんな今日は。でも意識的にじゃないと思う多分、うんうん、なんていうの、結構俺ええ感じで返してる。嘘、何それ。返した。待って、怒られた。言った言った、待って。そうなんだ。そうなんだ。だって俺もショッツさんが言った段階で、うん、あ、もう分かったよ。何言うの。ショッツさんがその好きなラッパーとか言った時に間違いないって言ったから、あ、もうこれだな。俺フェイスと振り幅と間違いない。振り幅、振り幅よ、言うな。迷ってて、で、それで間違いないだろうなって。トリプルセブンソード全滅や、今のところ全滅や。はいや、ちょっとエルクエストリートのちょっと詰め心がないよ。でも俺ら自爆やけどな。まや、うちだけさ、普通に負けたわ。ちょっと一回 CM 多分入らなあかんから、一回 CM 行って引き続きということで、ちょっと待っててね。間違いない。私はるか、はや今日ちょっと会いたいな。よろこワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。もうあと10分ぐらいしかない。うわ、はい、これしかしてない今日。ほんまや。これで、やばい、これとりあえず私全員全滅になって終わりたいと思ってたよな。どうせやったら。うん、俺でも何の考えて喋ってんだよ。うん、俺多分なんでやろ。俺多分分かれへんわ。でも俺今もう一個あんのはあれかなと思ってるのは。あ、自分の中での俺みたいな。あるんだ。あるんや。私ないわ、全然。いや、俺のよく言う言葉っていうか、口癖っていうか、あれは言うかなっていうのはあるけど。言ってみて。2秒。
違う、まあ、すげえ。でもすごい候補だった2秒そう候補で2秒やったらすぐ死ぬなって言うから2秒そう2秒落とないほどはすぐ死ぬからやめてん、うん、であと多分そういうのって自分でも分かるからそう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 ある程度制限でいくそうジュライさんめっちゃ言ってるよ怒らせよう全然分からんかったわやっぱそういうのがいいんだろうね、うん、ポテトして分からんかったでもいつも言ってるよ いつも言ってるだってそれをそれをつけた瞬間に次ポテトのやつ書かないなあかんかった時もそこポテト欲しいって言ったからいや死んでるやんずるいわちょっといやこれ多分タウンさんが一番難しいと思うでうんあとジュライも多分今日は言わんかもしれない私倒しにかかってじゃあいいよ言ってみたい言いたい言いたい何か分からへん OMG の誰に言いたいあ分かったわもう何か私どういうこと OMG で分かったわ私何か分かったこれ嘘今何か分かった言ってるわ普段めっちゃそれ言ってるめっちゃ言ってるでも多分違うわ言ってみてあちゃうで多分ちゃうで多分でもまた自爆するまあいいかでもいいよあと10分やからいいわ、うんはぁーちゃん違う、違うほぼいいわ私はぁーってめっちゃ言うやん違うの違う誰が考えたのとりあえずなんかジュライさんの怒ってる時言ってみたいやんあ、まあ私かないやでも多分私多分怒ってる時言ってその言葉はポテトとレイには言わへん、うん、多分俺とショットにも言わないな多分、うん、あの犬には言ってる犬には言う私がもうなんかこれ正解ゲームみたいな分かった分かったこっち当てるゲームになってる分かったあんたそうあんたやなあれは多分言わんかもしれんねこれ全員で詰めてみる一回あんたやでも難しいな言わしにかかるのあんた言う止まってるかもおかしい左上あんま知らない人そう仲いい人には言うなあんたそうタウさん俺多分な音楽的まあ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 多分な俺のイメージなあの 3K の話やねん 3K 3K あのよく言う仕事のみたいなそうそうそうそれのことじゃないいや全然違うのそれは多分全然違うんですよただ俺は結構ツーマンの直前とかいろいろなところでめっちゃ耳にしてましたてか音楽の話したら1日1回絶対言ってる、うん、あ言ってるって音楽の話したら俺が今ファーって思ったのがクオリティやってピンポーンみんな当たってるゲームの意図が変わってるわ俺ってあんななんで分かれへんのショットだけいやみんなやっぱ自分の口癖分かってんねんな俺口癖ちゃうけどなショッツ分からへんの時間がなくて分からへんじゃあもう一個ショッツな今日これ終わってから何か食べに行く行こう多分なこれなほんまに普通の普段の会話じゃないと出えへんな、まあ、出えへんそうだねちなみに 3K はきつい汚いいやその俺が言ってる 3K はそっちのじゃなくて工場とかのやつでハイクオリティ、ハイクなんとかあれの話いいかトヨタの工場行ってんのハイクオリティって話ねピースして構えてないで別に構えてはないんだけど分からへんねん全然言いそうだったんだけどな俺一回なんだったら一回それに近い言葉を言ってたんだけどそう言ってたな、うん、よそ行きになってたんだよそうそうそう俺が俺がみんなちょっとよそ行きやって番組やからさあんま汚い言葉ええー、何それなんでやねんとかじゃないもんな絶対そうなんでもこれ最終的にさ当てられなかったらしょっつが罰ゲームってことにするうんでもしょっつご飯よなんしょっつご飯行こうよって言われたらなんて返事する行こうかよっしゃ行こうよっしゃ行こうって言うな確かに言う言うよっしゃ行こう俺めっちゃ言うでよっしゃ行こうってすぐ5分しかないの、うん、何じゃあジュライさんが例えばそうやそこやねんそう俺やったらほんま優勝やねん俺がショッツさんがだからその家いてジュライさんが電話かけてきてでじゃあショッツちょっと迎えに来てやって言われたらなんて言いますかオンオンって言うんですかオンええよどこみたいなトーンやんうわ出えへんなこれ無理やな無理やいつものショッツマンのテンションじゃないと違うもうずるいわけよいや全然ずるいずるいテンション低いと思ったことなんじゃないベッコベッコこれ無理ショッツさんじゃない全然今日ショットしてないショットしてないテンション悪いけど今日はショッツじゃないしかも多分一番喋ってんのにな今日はショッツじゃないいつものじゃな
りノリがない。いつものじゃない。もっとショットしないとあかんよ。じゃあショットさん、次回罰ゲームしてね。おお、分かった。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、大将、大将。いや、取ってみ。ええー、でー、取りたい。めっちゃ言うやん、どこどこ行くわ。おー、ええー、でー、言うやん。ええー、でー。あ、それか、決まりました。あ、それか。全然いいわ。テンション言ってくれるかな、みたいな。なるほどね、そういうことね。はい、取れた。みんなは見えてたけどね。私は全然画面見てなかったから、久しぶりに。じゃあ俺これの先みんなが何をこんなに笑ってたか、ちょっと見たかった。なんか面白かった。この絵私も見たかった、自分がどんなことになってるのか。面白い絵だったし。はい、じゃあ、今日のおいでやすは、これを視聴者プレゼントであげます。サイン入りです。これいる？間違いない。イエーイ、勝てたし。あんたサイン入りますよ、ほんまかい。クオリティクオリティ高い、クオリティの高い、ライザ、クオリティの高い、ライザップ、間違いない、あんたポテトシーみたいなっていうのを歌詞に入れてみようか。もう1分1分前、早い。もうこれしかしてない。12月の第4週目もまたトリプルセブンソウル準レギュラーで出てくれるんですけれども、来月はなんとクリスマスイブということで、クリスマスイブクリスマスパーティーバージョンでお送りしますので、来月の第4週寝る気をお客様見てね、見てください。それ以外に来週は大阪からサンキューの2人がゲストに出てくれます。そうそう、ということでまた来週も楽しみに。今日のスペシャルゲストトリプルセブンソウルでした。ありがとう。グッバイあんた。またまた、あと20秒あるから。また好きなこと、12月6日、ここにも書いてるんですけど、渋谷、リード K2 で、ユーザーロックさんがゲストの、イベントに出るんで、もしよかったら遊びに来てください。イエイエイ、間違いない。バイバイ、ありがとうね。聞いてね、来週も。バイバーイ。バイバーイ。あんまコメント今日拾えんくてごめんやで。それ。ごめん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。する目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。